い、皆さんこんにちは。あ、こんばんはかもしれません。こんばんは杉田のかもしれません。あ、ごめんなさいね。はい、本日もジャンプ空間物語やっていきたいと思いますよ。皆さん準備はいいですか？それではいつもに行きましょう。レッツゴー。はい、本日はどんな感じだったかしらね。ちょっと待ってね、マイク移動する。そっかそっかそっか。もうとりあえずランクアップの条件は空港の人気だね。240を目指すと。で、あれはやったのかな。フライトプラン、あ、大観に行けるようにしたんだね。もう一機買ってもいいよね、これね。買うか。もうこうなったら買っちゃうか。買っちゃえ。彼に痛みはつけません。トゥ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 。投資のお願い来ましたよ。新たにトリスタン3なんて名前つけようね。トリスタン3よね。燃料なし、翼なしやったでしょ。貴重なし、貴重なし、はい、貴重なし、いいね。はい、貴重なしをフライトプランに混ぜたいと思います。はい、完了。これだいぶ良くなってきたんじゃない。これ大観の他どっか行けんだっけ。あ、行けんだ。関中、大観ってどこなんだろう。大観、韓国。はあ、まあいっか。はいはい、お金儲けてくださいね。ん、そこには何か置けるか。これ1マス置けないんでしょ別に。あ、ついだ。それでお金貯めてたのかな、これ。いや、失敗したね。全然興味なかったわ。こういうとこ置けないでしょ。あ、置ける。これどんどん置いていこうぜ。あ、お金がないわ。え、上がった今ちょっと。え、景色上がったのかな。ちょっと全然わかんねえわ。もう一個ぐらい作っとく。あ、上がってないんじゃない。上がってないんじゃない。上がってないね。やっちゃったね、これ。移動しようか。ねえ。これ無意味だから移動しよう。うん。かといって空港の中にも置けねえんだ、これ。置くとこねえんだわ。乗っかんじゃん。こっちの方がいいわ。うん。で、これも引っ越し。やっちゃったね、ほんとに。こういうとこ置いとく？あ、こういうとこいいか。はい、ドン。これさ、地面増やせるでしょ、もちろんここ。ほい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 。なんか壊さなきゃならないじゃん。うん、これでいいんじゃない？ね、だいぶなんかそれっぽくなってきたんじゃない？どうでしょうかね。はーい。え、ランクアップ条件あと6足りません。どこでそれを補えますかね。フライトシミュレーターは景色アップ。これ景色アップしてどうなんだか分かんないけど、フライトシミュレーターは何が近くにあるというのかな。まあ神社ってことはねえな。待って、あのおかしなやついない？大丈夫？
ちょこちょこおかしなやついるからね、気をつけてみてないとまたスリに会っちゃうよこれ。もうすぐスラレっから、うちの空港もうそういう国の空港なんじゃないかと思うよ。大丈夫かな、おかしいぞちょっと。大丈夫かな、なら依頼をこなしていこう。ワイナリー巡り、満足させよう。いや、とりあえずバラの花束やるわ。もうそういうね、どうでもいいやつからやっていきます。女子旅リベンジ、うまくいかないでしょ。お疲れ様でしたと。うわ、維持費が47,500。あれ、今回お金もらってないよね、確か。手作りがどうのこうのとか言ってもらってないよね。うん、一回も赤字付近まで行ってないってことね。おお、すげえすげえ、12時。すげえじゃん、すげえじゃん。定期便めっちゃ出るようになったじゃん。定期便の鬼だよ、もう。定期便太郎だよ、もう。さあさあさあ、それでもお金が足りない、依頼をこなしていく、こなせるだけのお金がない。うん、どこで上げようね、人気度。アイテムなんかあんの俺。箱2個だ。研究ポイント50ポイント、研究ポイント50ポイント。あ、スツールがある。スツール使うか。まあ、これこっちに置けたら最高なんだけど、置けないね。スツール置けばなんとかなんじゃねえか、これ。こうか。もう一個は、迷うな。ここどう？いや、さすがにね、そこ通らないのはまずいでしょ。ここにするか。大丈夫かな、ゲート。道ありませんよって言われるかな。ういー、これで一旦ちゃうん。え、待て待て、1しかなかった、もしかして。ツール2個作って 1？ 終わってんじゃん。お、じじい怪しいよ、おめえ。お散歩老人なのにお散歩してねえぞ、こいつ。お、もう12時の墜落便に乗るつもりなのに、大丈夫か、もう。急げ、急げ。お前は？お前大丈夫か、本当に。ちょっと怪しいな、お前。一つも怪しくなったわ。おい、空港の宣伝完了。え、どんな風に怪しいんだろう。キョロキョロしてるっつったっけか。ん？なんか今びっくりマークでたな。一回ぐらい捕まえたんだけど、捕まえられそうな気がしない。はい、座席確保します。今あるやつで一番いいからね。大丈夫、変なやついない？北海行き楽墜落003便の搭乗開始します。いいね、いいね。ジャンボ国際空港っぽくなってきたよ、なんか。ピピ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 ピ、買えるものは何でも買っていく。木彫りの熊まで買っていく。それをどこに使うかだよね。人気の30、人気の低いやつはどこ。施設一覧、人気のが一番低いのはPC コーナー、薬局、薬
局か PC コーナーかな。 PC コーナーあげるか。あ、弁当屋になってる。それ PC コーナー、それか。あ、 PC コーナーの方が元作ったっていうね、これ。はい、アイテム使っていく。せんべい、はい、高悲しい花瓶、はい、万年筆、ポスター、はい、どんどん上げていく。熊上がんない、上がった。ちょっと脱法ハーブ、備長炭、いいね、人気度めっちゃ上がるじゃん。で、あとはここに使っていくか。預金アップ座布団、あー座布団罰だった、失敗した。もう罰なの見てからやれって。ちゃんと PC コーナーもう一個ぐらい作っとくかね。PC コーナー、あ、食べる場所がない。え、マジでアルティメット土地不足なんですけど。こんな PC コーナーの近くに PC コーナー置いちゃったよ。え、つうかさ、なんか立てなきゃいけないものはないの？これ何？到着口ってない？到着口もしかしてない？ない？もしかしてなくない？え、ちょっと待って、到着口って何？これ今知ったんだけど。あ、これあんじゃん、1の隣。え、これやばくない？え、嘘。到着口ないじゃん、うちの空港。行きだけで帰ってこれないんじゃない？入ったね、それ。薬局あげとく？アイテム持ってないって。お金も5000しかないって。やばいんじゃない？これ。引かれたらやばいんじゃない？あ、料金アップだ。使いましょう。はい、料金アップ使えないの？え、つうかマジやばくない？やばくね？山中じゃない？入ったな。いやー盲点だったな。乗り口と降り口が欲しいのか。ってことはちょっと作ってあげなきゃ困るよね。この椅子ちょっとこっちに移動して、景色だ。そしてこれをこっちにずらして、これを立てなきゃいけないと。こう、そういうことだね。で、花壇が欲しいから、ここに花壇、ここにも花壇。あ、お金がないよ。いいね。そっか、折り口がなかったのか。それは盲点だったね。あ、何け、あ、ランクアップ来ました。ランク5になりました、ついに。航空管制塔だ、建設可能になりました。こんにちは、ランクアップおめでとう。目覚ましい発展じゃろ。報酬は喜んでもらえたかの。もちろん次も用意しとるぞ。では頑張ってくれ。あ、待って待って、やっぱこれ5の上ある感じだね。ある感じだわ。ある感じでした。5までかなと思ったけど、5の上ある感じでした。はい、ここにもう一個椅子作ります。景色ダウン、知ったこっちゃありません。あれ、今どれ動かした？あー、そしたらこのスツールをこっちに持ってくる。
これをこっちで、これを、こっちで、これを作ると、ほい、これでいいんじゃないかい。空港らしいんじゃないかい。あ、その完成撮ってるの立ててみたい。何が変わるの。もうここら辺でしょ。この度嬉しいニュースが見込みました。なんと世界が注目する墜落空港が国際空港へのランクアップを達成したとのことです。現地に駆けつけた我々がエントランスをくぐると、そこには様々な地域の言語が飛び交う実にワールドワイドな空間が広がっていました。自動翻訳機で訳してみると8割が居心地が良すぎて変わらないぜという内容でした。まだまだ墜落空港から目が離せません。いいことだね。楽しかったわい。そうですか。私たちがフライトプランで選んだ大韓へお客さんを連れることで大韓ということがアップしました。いずれ私たちの街をお越しいただけると嬉しいですねと。はいはい、依頼がいっぱい来るね。なんだこの庭のリフォームって。そんなんばっかじゃねえかよ。ワイナリーを満足させる。ブドウ好き知らねえな。お大臣知らねえな。出品費用知らねえな。調子旅行っちゃう。観光43のコンスか。お願いしますよ、女子旅。今回こそは、発着枠プラス1、どういうこと。飛行機が増えても安全に運航できそう。発着枠の設計、発着スロット。あ、何それ。空港会社の発着枠、なんかわかんないけど。大韓と契約するか。トゥルルルトゥテ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 。よう分からんけど。お、分からんこだ。いいねいいね、北海も上がってきたね。レシピ海鮮丼。はい、トリスタンの改良。どんどん改良していく。そしてアイテム、アイテム持ち物も使っていく。大料金アップ。クリスタルグラス、これをどこで使うかというと、ここですね、薬局で使います。おいおい、薬局の人気も上がっていく。病院は、病院も人気なのかな。はい、快適性がプラス3アップしました。そろそろ新しいの覚えちゃったりするのかな。44ぐらいで覚えるのかな。今33だもんね。トリスタン、いいねいいね。管制塔までできて、いやほんと空港っぽいね。これ買えないの。あれね、あ、桜の木だ。はい、桜の木を植えていく。これ、上がるよ。え、来た。あ、上がんないのか。はいはいはい、わかったわかった。そういうことね。ここなら上がるぞ。あ、待って、どうする。ここにするか。はい、そういうことだよね。
社長を投資したバラの花束が完了したそうですと。いいね老夫婦、どうせお前も依頼してくんだろう。どうせ老後の生活には何々が必需品での、何々を買ってくれんかのっていう感じでやってくんだろう。お前もね、そろそろさ、拡張しなきゃやばいんですけど、これしかも2列とかじゃなくてちょっと大規模的にやりたいんですけども、ダメですかね。お、人増えたじゃん。これって何回もいける感じ？これ終わってからいけるのか。いけねえか。研究、マカロンも海鮮丼もいけない。いや、悪くないね。社長、アシャネ空港の旅客機がやってきましたよ。カシャーン。こっちのあれ、売り出した。ごめんなさい、ほんとごめんなさい。入国審査場が、入国審査場？え、なにそれ。別件でなんか増えちゃったけど余計なやつだ。あ、テコンドーとか言ってるよこれ。え、どうしよう。どうするべきこれ。これをずらすしかないのか。これずらすしかないな。ここに置いたら無理だしな。とりあえずここに置くか。あ、何、相性めっちゃ上がったけど。ちょっと ATM もずらさないといけないんじゃないか。ここに置くか。で、トイレを前からしか入んない感じ。あー、そう。で、自販機をずらさなきゃいけないね。お、景色アップだった。ずらして、これもずらすしかない。あ、どっちにつければいいのか分かんないかな。はい、これでいいのかな。女子旅行くぜげる女子、2回目だからなお前な、忘れんなお前、2回目だからなお前。お前今回ダメで見ろ、お前大変なことになったぞ。お、全然増えねえじゃん。何やってんの？どこ行くの？のらりくらりと。社長、今年ももうすぐ終わりですね。そろそろ今年のエアポートアワードが発表されるですよ。さて今回の結果は？今回結構上がったんじゃない？ショップも増やしたしね。おうおう。おう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 。おう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 。てってりー、ホッサン。てってりー。そんな気がしましたよ。わあ、研究ポイント600はでかい。これはもう即刻現あれですよ。座席かな。いや、快適性上げるか。どこ行った？ご一行。あ、ご一行。航空業界で年末恒例のエアポートアワードが今年も開催されました。今年の注目は何といっても星3つを獲得した墜落空港です。我々の次第に驚きの成長スピード、同じ空を飛び回る者として応援せざるを得ませんねと答える天才インコのペラちゃん4歳の目でした。さらにもらえるご褒美も星の数に応じて豪華になっていくことが我々の調査で分かってきています。楽しみですね、これからのフーターズエアライン。不審者の目撃情報だって。お前か？お前なんか怪しくねえか、お前。いや、しまったけど、どっかにいるはずなんだ。お前か？
お前だろ、お前だろ怪しいの。お前怪しいぞ。あ、あ、最低、最低なことした今。ほんと警備員募集しろ、今度すぐ募集しろ。ほんとこれそこだよ。どこ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 、キョロキョロしたやついる。お前か、お前女子旅のやつだろ。お前か、お前なんか怪しいな。違うのか、お前か。え、どこよ、そんなに広い空港じゃないよ。お前怪しいな、ババア。お前だろ。犯人だろ。あ、やっぱもうやばいでしょこれ。もうお前じゃねえか、もうギャンブラーなんだから。お前だろ、まさか3人連続し、おパパ、おめえだろ、パパ、お前だろ。もう誰だよ、片っ端から全員調べろ。もう片っ端から全員調べろ。こいつの犯人、お前だ、ひらしゃい。やったな、お前やったろ。誰だよ、客、お、あ、お前だ、お前しかいねえ。お前だろ、探検家なんて。お前人の財布探検したんだろ。やっぱスーパーやべえ、一つもわかんねえや。またこれニュース速報になっちゃうわ。警備員早く来てくんない？警備員、決まったな。いやもうこれ完璧でしょ、やばいって。これはやっちゃったな。はあ、ドイツだったんだよ。外にいるのが哀れやず。お前、出ちゃった、スリでしょ。そんな分かりやすい格好だった。はあ、あ、何、入り口からたどり着けませんそれとかな。建築エントランスなんか作れんの。あ、作れんだ、いつの間に。もうエントランスばっかりあるけど。また来たかい、新しいの。ジェット、ジェット来ちゃいましたよ。ジェットリー、いや、しかしやっちゃったな。スリの現地全然分かんなかったわ。まいったね。何やチラシって。満足の俺16万8000、いらねえな。いやもうやっちゃった感しかないよ。研究ポイント1000だろ。やっちゃったマジで。まあ仕方ないよね、そんな日もあるさ、お化けなんてないさ。いや、まあそんなこともあるよね。お、女子旅帰ってきてよ。今回行けたろ。
待って、今度警備員室とか始まるんじゃないのこれ。うわ、駐機場が不足してますだって。もうこれだっけ、どこ見つければ、あ、ここ、そっか、これ駐機場エリアだ。あ、こっちにつく。はい、ちょっと多めに作ったのにな。参りましたね。あ、警備員の募集。やった。そこ立てる、これ4つぐらい立てるよ。はい。ほい。こんなの立ててなんぼでしょ。これマックスでしょ。はい、オッケー。でしょうね。エステサロン？何それ、エステサロンとか聞いてないな。エステサロン、どこやろな、エステサロンは。ちょっととりあえず100万で土地の権利書を買ってからだな。さあ、まあこんな感じで今回は終わっていこうかなと思います。だいたいいい時間なのでね、またこんな感じでやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。人気と頑張って上げていきたいと思います。はい、それでは皆さん、本日も見ていただきどうもありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではみんな、またねー。